東京麻布台から生放送、マット安川のズバリ勝負。それではゲストを紹介してください。評論家の宮崎正弘さんです、はい、今日のテーマは G20 が無事終了、国際社会はどうなっていくです。どうもよろしくお願いします。どうもこんにちは。まあ本当にまた宮崎さん、はい、今回は北欧の方に行かれてきたという話なんですが、どちらの方に行かれてきたんでしょうか。いや、北欧は一応4カ国、もう1カ国があるんだけどね、アイスランドっていうのは、はい、要するにフィンランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、ちょうどね、G20 が終わった安倍さんが、最初にデンマーク行かれたかな、あ、スウェーデン、デンマーク、フィンランドまで行かれて、エストニアに行こうとされたら、この熊本の、はい、災害で、はい、あ、熊本じゃない、福岡と大分、ね、失礼しました、はい、で急に帰ってこられましたよね、だからまあ私が先乗りしたような形になりましたけれど、うん、寒かった寒かったですか、うん、まあ実際今回やはりこういった G20 っていうのがですね、まああるというのもありますけれども、そういった意味でこの北欧に行かれたということなんでしょうか。いや、そうじゃなくてね、いろいろほら、ヨーロッパでね、まだ回ってない国があと 2ないし3カ国ぐらいあって、はい、今とりあえずね、死ぬまでに、回って潰しとこうかと。いやー、まあ本当にね、逆に宮崎さんはジャーナリストとね、まあ本当肩書きもプラスアルファでね、置きたいぐらいね、毎月行かれて。いやいや、そういうのもね、このところ毎月は行ってないですよ、体力がないですから。いやー、でもね、本当にでもそういうの嫌がりますからね、宮崎さんはね。そういった意味でね、そこがまた宮崎さんの魅力。いやいや、ね、ジャーナリズムっていうことをおっしゃったんだけど、はい、ジャーナリズムに対抗するのは何かってアカデミズムなんですよね、うんうん、でそうすると私は別にアカデミズムには属していないし、うん、それから日本の場合のジャーナリストっていうのは、うん、大手のメディア、テレビ、新聞のことを言うんであって、フリーの人はね、ジャーナリストってなかなか呼ばないでしょ。ここ皆さん聞いてください、まあね、この部分、フリージャーナリストなんて最近言う人いるけどね、はいはいはい、ね、おかしい、まあ、肩書きっていうのはね、今の日本の行政っていうか税務署でどう表してるか、うん、著実業ですよ。コンサルタントも最近それに近い形になってますよね、なんて言うんですか。いや、何でもちょっと勉強してそれでもうなんとかコンサルタントと名乗ってる人もたくさんいますよね、あ、なるほどね、うん、昔はほらかなり行政がほら職業のね、明細を区分をちゃんとしてたでしょ。今も全くないんだもんね、シナリオライターとかさ、ショートメッセージライターとか、こんなの一体職業なのか何なのかね、職業というかからにはそれで収入があるということだからね、その辺ちょっとおかしいと思いますよ。いや、本当ですね、まあ、いろんなところでね、まあ、やはり今日もたくさんメールファックスが来てるんですけれどもね、ちょっと宮崎さんの新刊紹介の方お願いします。はい、はいはい、キム・ジョンウンの核ミサイル、こちらが育宝社より税抜き本体価格1400円で、うん、出ております。これいつ発売ですか。こちらはですね、6月ですね、今年の6月です。はい、まだ出たばかりです、ね、いや、いつだったかな。そうですね、6月のね、多分1日とか2日とか3日とか、はい、その辺ですよ。いやいや、ね、はい、もう僕も全て読んでますよ、この本は。いやいやいや、うん、まあ、これはね、要するにミサイルの問題でね、要するにトランプ大統領が今にも北朝鮮を攻撃するかというような雰囲気があって、うん、そして空母を2隻日本海に入れましたよね、はいはい、でその時に出ていれば多少は評判になったんだろうけど、うんうん、空母が引き上げちゃった後にこの本が出ちゃったのでね、はい、あんまりまあ評判にはなりませんでした、うん、いや、でもね、本当にそういった意味でですね、まあこのロシアとかね、もちろん中国もそうですけれども、いろんなところのこの北朝鮮を囲むアメリカとのこのね、問題やいろんなことも書かれてますよね、この本には。ね、今ね、日本の心配事は何かっていうのはね、トランプさんが中途半端に妥協するんじゃないかという、うん、つまりね、北朝鮮の核兵器の小型化はそこで凍結せよとするなと、それから長距離にアメリカに届くミサイルの開発はやめようと、そうすればね、今持ってるものはもう目をつむるというところでね、あの人はディール得意でしょ、うんうん、そこでアメリカが北朝鮮とですね、
妥協しちゃったら、ちょっと待ってくださいよって、日本に届くのはみんな残るんですよ。で、これ日本にとってはもっと危険な状況になる。で、ここがね、今の国会見てたって、ほら、こんなこと全然論じてないじゃないですか。そうですね。まあ実際にね、その家計の問題であったり、まあちょっとね、何かこう、危機感というものが全く、そうそう、今おっしゃった家計ってのは、あれ、要するに愛媛県議会がやればいい問題。そういうことですね。もう一つ何でしたっけ、加護なんとかってのは、あれ、大阪府議会がやればいい問題で、これ、国会に挙げるべき一種じゃありませんよ。だからまあ、その中で幅を見てですね、この議員が言ってる、一人一人が言ってることをよく皆さん、確認して、その外交問題というのも、まあ、じゃあ、その人たちは議員は外交に関係ないのかと。そうそうそう。そういうふうに思えて、来ちゃう人たちも多いということですよね。いや本当ね、やっぱりあれじゃないの、質が悪いんじゃないんですか。まあ、質を選ばなきゃいけないっていうのは国民の義務でもあるわけで、やはりここの問題っていうのは、じゃあいい人をどういうふうに見極める力というのももちろん大事でしょうし、まあ、単純なことだと思うんですけれどもね。いや、メディアが見極めてないから、それを受け取る側ってなかなか難しいと思いますよね。そうですね。このメディアの問題もそうですし、まあ、今のこの時間でもこの番組もそうですけれども、メディアとしてやっているわけで、まあ、その中でね、やはり私たちがこう問われるということはこれ大事な問題であって、まあ、本当にその辺というのはよく考えて、番組としてもですね、一つ一つの番組がやっていかなきゃいけないと常々思いますし、今日もそういう意味でやっていきたいと思いますね。はい、皆様からのご意見ご質問をお待ちしております。受付メールアドレスはやすかわ @jorf.co.jp、 ファックス番号は東京03-3582-1422番です。どしどしお寄せください。今日のゲストは評論家の宮崎正浩さんです。今日のテーマは G20 が無事終了、国際社会はどうなっていくです。まあ本当に宮崎さん、北欧から帰ってきたところなんですけども、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク行かれてきたということで、まあ、前回はイギリスに行った時に、まあ、この経済問題、まあ、建設ラッシュという話もお聞きしました。そんな中、まあ経済というと、もちろんこれ安全保障にもかかってきますので、まず経済から聞いていきたいわけなんですけれども、実際これ北欧行かれて、この経済どういうような形で、経済というよりも、まあ、つまり GDP が成長してるかどうかというところで、我々は判定しがちなんですけれども、やっぱり低成長の国ですよね。それでほら、福祉制度が非常に整っているということは日本人みんな思ってるわけでしょ。で、スウェーデンは何しろ、ね、あれだけ世界一の福祉国家って言われてるんだけど、自殺が一番多いんだよね。で、これはなぜだろうと。つまり、まあ、いろんなこと言われるんですけどもね、白夜に関係してんじゃないかと思うんだよね。つまりね、今は24時間太陽が上にある。ところが冬になると24時間太陽がないというね、このね、暗い世の中になったら人間暗くなりますよ。やっぱそうですよね。で、そうすると陰鬱になる、憂鬱症になる、ノイローゼになる。スウェーデンでね、オスロ、オスロはどこでしたっけ？ノルウェーだ。はい。あそこに美術館があるんだけれど、有名なね、ムンクの叫びっていうね。ありますね。あるでしょ？はい。あれがまさしくそうですよ。周り中が非常に暗くて憂鬱になって、何かね、人には聞こえないようなまがまがしい音響がね、自分の耳だけに聞こえるとかね。で、話明るくしますとね、まあ明るい話はあんまりないんだけどね、物価が高いですよ。で、イギリスでも高いと思ったけど、イギリスどころじゃないね。イギリスどころじゃないんですか？だってイギリスもね、高いという。そう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 。ただほら、今、イギリスポンドが安いので、我々から見るとそんなに高くないね。で、どうだったんですか？180円のイギリスポンドが今125円ぐらいじゃないの？北欧は、通貨は、よりも、税金ですよ。はい。25%。はい。我が国は 8% で 10% に上げないって突っ張って、もうこれで2年ぐらい経ちますけれど、
ほらね、25% も税金かかったら何だって高いですよね。まあ本当にそのヨーロッパの中でもこの北欧というのは、うんうん、まあ今おっしゃった通り、うん、物価が高いと。いや、それはドイツもフランスも高いです。あの辺みんな消費税24から25%でしょ、うん、まあ消費税って向こうの場合は VAT だから、付加価値税だけれど、はい、うん、でね、あのまあ税金をともかくですね、例えばあのレストランで食事する、うん、スーパーでミネラルウォーターを買う、ビールを買う、日本は安いと思いますね、最近。あの諸外国、特にアメリカ、ヨーロッパ、北欧を比べますとね、はいはい、だからね、アジアだってほら、香港もシンガポールも日本より高いし、うん、あのレストランの代金はこの間韓国行ったら韓国の方が高い。あのね、日本にどうしてこんなに人が来るってのは分かりましたよ。日本物価安いんですよ。それからね、タバコね、タバコ今高いなんて言って480円だけれど、イギリス行ったら1400円だしね、一箱がね、北欧でも800円ぐらいですよ。アメリカで今1300円ぐらいじゃない。松さんタバコ飲まないからアメリカのタバコ分かんないし、いくらか。なんかこうタバコ見たって日本が世界で一番安いですよ。そうですよね。まあ、実際行かれた中で逆にこう驚いたこと、うん、まあもちろん。あ、驚いたことね。はい。あの、あれね、自転車大国。うん、もう朝の通勤みんな自転車。そしてね、あの通勤電車見てたら自転車を積み込める電車、うん、これはひっくり返りましたね。これ逆にじゃあ今はまだ夏とか秋とか、うん、まあまあそういう、いや真冬でもそうでしょうね、きっと。え、雪でも、そうなんですかね、まあ雪ってそんなに降らないですね、あの都市部はね、うん、あのほらバルト海にあれ暖流が入ってきてるから、はいはいはい、あの不登校でしょ全部ね、なんか僕のイメージだとヨーロッパって言うとどうしてもやはり他の、うんうん、あのイギリスやそのフランスやドイツというのは、うんうんうん、まあいろんなこの他の国との関係、うん、特にまあ中国との関係っていうのはすごい見える部分あるんですけど、この北欧の国各国というのは、いや、すごくいい質問いただきましたね、はい、中国に対する姿勢が全く違うんですよね、うん、ドイツ見てください、完全に中国と今親中しようかというぐらい親中派になって、まあ そうですね、それで反日ですよね、うん、この間ね G20 の時、あれドイツハンブルグで開かれましたでしょ、安倍さんがね全くドイツの放送に出ないんだって、うん、ね、ずっとメルケルと習近平、はあ、でトランプも脇役、はい、で記念撮影見てください、トランプ一番端っこじゃない、これ始まっていないじゃないの、うん、あのそれぐらいね冷遇してんですね。で安倍さんに至って完全に無視しちゃった、ところでそのあれデンマークとノルウェーはややドイツが嫌い、はい、まあ、侵略されましたからね、はい、デンマークは3時間で降参、うん、ナチスドイツにね、はい、でノルウェーは3日間戦って降参、うん、だから3日と3時間のどれぐらい違うんだというのもあるんだけども、そのあれが残っててね、うん、はい、あれですね、やっぱり反ドイツ感情強いですよ。ところがね、フィンランド行きますとね、スウェーデンと、やっぱりロシアですよ、あの脅威感は。いや、特にフィンランドは何度もロシアに侵略されてるから、うん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 、ですからね、その関係でフィンランドに入ってきたのが中国なんですよ、はい、漁業の問題その他で入ってきたんだけれども、はい、今ロシアが警戒しておりますのはね、中国はあの北極海ルート、あれでぐるーっと回って北欧からバルト三国に入るという将来構想を持っててね、はい、まあ、今もあの雪解けの時は、はい、すでに航路つながってますね。でもう一つ見てください、北海道中国資本が爆買いしてるんだけど、はい、拠点を見ていきますとね、帯広、苫小牧、釧路、はい、こっち側なんです、太平洋側なんです、はい、大津海、彼ら何の興味もない、うん、これね、北極圏ルートをこう辿っていくと、あのほら対馬海峡じゃなくてあの津軽海峡、この間通りましたね、中国の軍艦、うん、はい、あそこ通ったら苫小牧、釧路、帯広、根室ですよ。で北海道じゃない、北極回っちゃうの、うん、で、受け側の方のフィンランドですがね、ヘルシンキ、もう中国資本が入ってきて、それでヘルシンキからずっと北へね、北極海へ面するところまで鉄道飛行かと、うん、でフィンランド財界大喜びなんだよね、うん、この話本当にあの眉唾の話なんだけれどね、うん、まあ眉唾といえばもっとありますよ、中国は今度はシリア、はい、いよいよ停戦が間近いと、
そしたらシリアのね、再建のインフラ建設に中国が名乗り上げてるんですよ、もう。はあ。その流れで聞くと、タイも新幹線、中国に決まったという話、うんうん。一応決まったようですがね、インドネシアと同様にね、決まったのはいいんだけど、本当に着工するのかどうかね、うん、それから今から土地の収容の問題あるでしょ、はい、インドネシアだって日本から横取りして着工しましたけれど、はい、まだ土地の収容問題解決していないし、ね、それからローンね、つまり25年30年ローンで最初の5年据え置きで金利が 2.5 とか言ってたのがまた上げてね、うん、あれね、一旦決めたこと平気でまた変えるのがあの国の特徴。だからそれ韓国は見て今までの事例でわかるじゃないですか。うん、いや、なぜそこでまたお金積まれて、それで許しちゃうってことなんですか。いや、ここがね。だってあれ中身は意外と、じゃあその、で、こう、作るとなった時に、連れてきて囚人とか連れてきたりしたり、いろいろしたりするんですよね。その前にね、はい、やっぱり権力者に対する賄賂。はあ、これですよ、うん。それで決まっちゃうんですよ。はあ、ですからメキシコの新幹線だってあの大統領がクビになったのはね、はい、中国とのスキャンダルが暴かれて、うん、それで中国へ行く前日に取りやめると、新幹線は。まあ、世界中で今そういうこと起きつつありますけれどもね。普通の、ね、僕にも耳が入ってくるわけですよ。ってことは、その各国なんてのはもっとその情報もね、うん、入ってなきゃいけないわけですよね。だから今パキスタンがほら今のシャリフ首相がまたスキャンダルに揉まれて、今司法司直の手が伸びてますけど、はい、どうなるかわからないですよね。うん、パキスタンも次の注目なんだけど、まあ日本のメディアあの辺の国全く報道しませんからね。いや本当皆さんどうでしょう、うん、報道してない分ね、うん、知らないことっていうのはたくさんあると思うんですけれども、うん、AIIB にしましても、はい、まあ本当この今おっしゃった北欧の国プラスヨーロッパ、もういろんなこの取り方、まあ日本とアメリカだけが、うん、まあ発散してないというような今の世界で見ればいいわけなんですけれども、これも実際じゃあそのシルクロード構想とか、いろいろありますけれども、そこに紐付けていってますけれども、現実的じゃない部分もかなり多いですよ。いや、ね、要するに今中国は景気後退で不動産バブルがもうほとんど事実上弾けていて、借金が積み重なっている中で、在庫処理と余剰労働力をどうやって処分するかと。で、発明したのが AIIB とシルクロード構想なんだけれど、まあ、日本の新聞に従うとね、AIIB、アジアインフラ投資銀行は、資本金1000億ドル、でね、今、69じゃない、もっと増えましたけども、国が参加して、で、アメリカの格付け機関が AAA と太鼓判をしたと、いうところまでみんな知ってるわけ。はい、これ表の報道。新聞でですね。表の報道。裏の報道はどうかというとね、はい、まず格付けの AAA なんだけれども、これは野球で言うとね、一回表が終わって、ヒットが2本出たと。その後の勝負全然分かってないわけですよ。それから資本金1000億ドルって言うけども、実際に資本金払い込んだのは、まだ68億ドルしかない、うん。で、あとはね、これ国際的銀行への振り込みっていうのは、その国へ戻って国会の議決が必要で、なおかつ国会の批准が必要という国が多いんですよ。はい、だからまだ事実上払い込んでいないという国も多いんですよね。ですからね、私はね、これ AIIB はもちろんうまくいかないだろうと思うんだけれど、うん、ひょっとしたらね、ADB、つまりアジア開発銀行乗っ取るんじゃないかと。そういう危惧感がありますよ。逆に。ね。まあ、本当にね、ここの問題というのも、今すぐこれ答えというか、こういうのはまだ正直わからない、うん。ねえ、わからない。今後見ていかなきゃいけない部分の一つであると思いますよね。うんうん、一回コマーシャル行きましょう。はい、行きましょう。ラジオネーム、おたふくこさんからいただきました。今日のゲスト、宮崎雅弘さんのお話、楽しみです。私は15年以上前から、ミッキー安川さんの頃からの番組ファンです。この番組は、右も左もなく、いろいろな意見を取り上げていただき、公平で、マットさんもお父上の意思を引き継いで、頼もしい限りです。宮崎さんの著書は必ず読んでいます。本屋さんからも、直接新刊のお知らせメールが届きます。
友達の和代さんにもおすすめしました。和代さんも聞いていますか、読まれるといいなというふうにいただきました。応援メールですか。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。和代さんってどなたですか。多分お友達一緒に聞いていただいてるんですね、はい、宮崎チルドレンですよね、はい、ありがとうございます。嬉しいですね、宮崎さん。宮崎さん、こういうの言われると照れますよね。照れること苦手ですよね。いや、人に褒められることないからね、ほとんど。いや、でも、が人生褒められて、宮崎さんの声を楽し、人の話を楽しみに一夜過ごすってなかなかないですよ。私も昨日から楽しみにしました、ね。僕が言うと嘘くさくなっちゃうんですけど、本当なんですか、うん、人の褒め方うまい。いや、うまくないですよ。行きましょう。親父さんと全く違うな。親父さん、ね、はい、ラジオネーム UHM さんからいただきました。北朝鮮情勢相変わらずの緊張状態ですね。アメリカの独立記念日に ICBM 大陸間弾道ミサイルの実験を強行したので、トランプさんにとっては泥を顔に塗られるようなことになったのではないでしょうか。 G20 で北朝鮮の情勢についても話し合われたかと思いますが、実際は中国やロシアは話し合いに応じても実際には消極的で、日本側として安倍総理は都議選で自民党が壊滅的な状況になりましたので、心中穏やかではなく突っ込んだ内容にはいかなかったのかと思っております。また静岡県の佐々木さんからも、アメリカが北朝鮮を襲撃する可能性はありますかというふうにいただいております。あのね、ちょっと時間いただいてこの話したいと思うんですがね、はい、まず7月4日アメリカの独立記念日を目指して ICBM 実験成功と言ってて、アメリカもあの半日遅れだけれど ICBM と認めたんですね、はい、ところがね、ロシアはこれは中距離弾道弾であって ICBM ではないと言ってですね、うん、それでね、厳密にあのペンタゴン筋なんかのも話を聞くと、やっぱり ICBM とは一応言ったけれどもね、厳密な意味じゃあれ ICBM ではないと、うん、なぜかと言いますとね、まず1万キロ、1万1000キロ飛ぶんですよね、大陸間弾道弾というのは。で、大気圏に再突入するときに、あの6000から7000度という高熱に耐える合金を今の北朝鮮は持ってるかどうか、うん、というところが次の問題になるんですね、うん、で もう一つの問題は、あのどの道おとりの爆弾しか入れてませんけれどもね、核兵器を小型化するという技術は今ペンタゴンはちょっと縮小しましたけど、2年、ペンタゴンは最近1年でできるかもしれないって言ってますけれどね、まあとにかくそういう段階にある。はい、それがまあ一つの現状ですね。で、二番目に中国の問題です。トランプは中国にこれ丸投げしたような印象で、100日以内にもっと制裁圧力をかけてくれと。そうすれば北は参るんだという、あの、まあ、言ってみりゃ甘い見通しを持ってた。で、中国は何をしたって、石炭の輸入を止めただけでしょ。はい。で、ね、石油はまだ供給してるし、食料品から何からどん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 北朝鮮に行ってるんですよ、うんうん、そうすると止める気ないじゃないのというところに落ち着くんですけれどもね、うん、要するに習近平政権はあの北朝鮮と国境を接する遼寧省、吉林省あたりの、つまりあそこを守ってるのは旧信用軍区、今でいう北部戦区の軍隊です、うんうん。でこれね、実は習近平全然統制できてないんですよ、うん、であの軍関係の貿易会社が一時2万5000社あったんだけど、今5000社ぐらいですけど、ね、はい、この人たちの利権なんですよ、北との取引は。ほう、だから習近平これ手が出せないのってことは、その後ろは、後ろは習近平に反対する派閥ってことは、江沢民派とか、うん、まあ江沢民と一概に言い切れないけれどね、強制団もいるかもしれない、強制団もいるだろうし、うん、まあ、軍そのものってことは、習近平は今の発言を聞くと、うんうんうん、軍をこう統一できてない、ね、できてないですね、うん、それからもう一つはね、あの要するに北部戦区の中国人民解放軍が北朝鮮をこうやって国境地帯に展開してると言ってるんだけれど、北部戦区の目的はね、あの見てください、ロシアと国境があり、モンゴルと国境があり、ずっとあっち行くとあのカザフスタンだけど、まあこれはね、あっちあの西部戦区の方だから、
つまりモンゴルとロシアへの抑えがまず必要、はい、次にね、もっと問題はね、これ日本人はちょっとわからないんだろうけれどもね、山海間、山の海の関所、うん、山海間を防衛するっていう意味があるんですよ、うん、でなぜかというとね、つまり明が滅んだのは清が入ってきた、清が滅んだのは中、辛亥革命だけれども、うん、みんな山海間を越えて入ってくるんですよ、はい、あの明は元が入ってきて滅ぼされたんだけど、それはね、あの明を裏切ったあの御三家という武将がね、あの山海間の門を開けちゃったんですよね、うん、で自ら北京へ攻め込むと、まあ、裏切りだけども、でそういうことは中国の歴史の中ではしょっちゅう起こるんでね、つまり北部戦区の軍隊がどーっと北京に入ってきたらどうするの？そうですよ ね、あのそういう恐れがあるんです。みんな口にして言わないけれども、それが本質のところでね、うん、で、つまり中国の軍隊が北朝鮮の暴発を抑えるという力もちょっとありそうでないような、あのが現状である。習近平がその北部地区にこう指示を出したところでも応じないっていう、うんうん、応じない、それが現実なんですね。現実に今応じてないわけだから。あ、そしてもう一つ大きな問題あるんです。中国ですね、あその前に韓国だけど、韓国全くこれやる気ないね。だいたいあのアメリカがサードのミサイルを配備するって搬入をしてたら、あの道路封鎖してるのは韓国ですからね、あの政府はそしてそれ見て見ぬふりしてるでしょ。これもまあ、彼らはその先をどう考えてるんですかね。いやいや、まあ、統一とか職業だから沖縄と似てんですよ。沖縄の反基地闘争とね。それでアメリカの問題です。アメリカはね、一斉よく見えたんだけれど、うん、今なんかシュンとなってるみたいなのは何か。それはね、トランプ政権の基地キャビネットがね、どうやら見えてきたのは、あの、長女のイバンカの旦那さん、はい、クッシュナー。この人はあのユダヤ教原理主義ですね。はい、そして、これに、キッシンジャーが連れてきた国務長官。ティラーソン。ティラーソンで次に、財務長官ムニューチン、はい、この人は、ね、絶対な信頼があるのトランプに、ね、はい、でもう一人が、非常に日本のマスコミによればあの物騒な男と言われてるけれども、スティーブ・バノン、はい、上級大統領顧問、はい、この4人なんですよ。でこの4人の陰で指導してるのは誰か、実はキッシンジャーなんだよね。90段歳でまだ、ね、でこれがね、事実上のトランプの影の、つまりキャビネットを抑えていて、ここが中東問題で、トランプさん発外遊はどこに行ったですか。サウジアラビアとイスラエルとバチカン行きましたよね、はい、こういうシナリオを練ってる。で北朝鮮、北朝鮮どうするよかっていうのは、キッシンジャーのような中国重視の人にとってはね、あくまでもバランスなんですよね、うん。なんか一人のその中国びいきのために、なんで今までのその、うん、そのなんていうんですかね、歴史というかキッシンジャーがやってきたことっていうのは、うんうん、なぜこうせっかくぶっ壊したと思ってもまたキッシンジャーなんですか。いや、それがね、アメリカの政治のメカニズムの非常に不思議なところでね、うん、だってほら、ブッシュジュニアの時にはキッシンジャー遠ざけられて、それからあの政権が変わってクリントン時代に、はい、これがね、クリントン・オバマ時代っていうのは全くの北京よりでしたよね。で北京からの献金の凄さね、はい、ですっかりあの中国びいきだったわけじゃない、うん、それがトランプになってやや中国から離れたかと思ったら、やっぱりビジネスでは相当くっついてますからね。ってことはメディアも最初はトランプを散々叩いてたのがだんだん変わるってことなんですか。いや、それはね、他の問題。でもね、なんでそんなキッシンジャーさんってそんなにすごいのかなっていう か、うん、ね、逆に切れないのかなと思うんですけどね。いや、で結論を申し上げますとね、結論というか予測を申し上げますとね、習近平は経済が破綻したら孤立化して緊急状態になる。そうするとね、軍事行動を取るというオプションがあるんですよ、うん、つまり政権がね、追い詰められたら、ああいう指導者は何をするかって、うん、大概矛盾とすり替えるんですよね。だから戦争という手がある、うん、一方トランプだけれども、この人もね、なんかまあ弾劾っていうのはありえないとは思いますけれどもね、もう徹
定的に追い詰められてますね。でそうすると何選ぶと思います？ルーズベルトが戦争を選んだように、ね、あのカーターだってイランに軍隊を出したように、はい、やるとすればここでねオプションが重なるんだよね、中国とアメリカの、はいはい、でこれねお互いに共同して北叩くかもしれないし、うん、中国は台湾に出てくるかもしれないし、その辺のところは今全く読めませんけれども、そういう危険なシナリオが最後にまで残っておりますよと、いうことを一つ指摘させていただきたい。まあ、これ逆に宮崎さんだから、はい、宮崎さんにしか聞けない質問なんですけれども、中国国内ですね、まあ、うん、実際にこう習近平が今まで王毅さんと一緒に粛清粛清をして、うん、まあ本当今の地位というのを、うん、まあ本当にこう作ってきたと、うん、はい、その今、うん、ナンバー2的な感じであった王毅さんとも、うん、今度の、大会に向けて、うん、敵とは言いませんけれども、うん、牽制し合っているというか、うんうん、今まで同じたもとでやってきたものが、それすらも、もうこう争うことになるわけなんですか。いや、それはね、歴代中国見たらそうでしょう。例えば、明を開いた朱元璋なんてのはね、功績のあった長身を次々と粛清していって、で、最後には自分のバカ息子を皇帝につけると。毛沢東だって見てくださいよ。優秀な人をみんな潰していくわけよね。劉少奇を潰し、林彪を潰し、そして最後に家来、茶坊主のあの人、名前なんつったっけ、周恩来を、ね、うん、潰そうとした。都小平見てくださいよ。雇用法を潰し、長子用意を潰しと。結局ね、権力者ってのは、それが宿命なんです。うん、ですから、王毅さんは、言ってみれば今まで散々使っちゃったけれどもね、うん、これだけパワーがすごくなって自分の権力を今脅かしてるわけだよね。そうですよね。ね、王毅さんは、うん。そうするとこれ邪魔になりつつありますよね。うん、だからその、総区にらるっていうけどもさ。もう派閥っていうのは、例えば前でしたら、上海、大使道、共生団とか、まあ、なんですか、表だったら、例えば江沢民派っていう名前がこう、しっかりとあったんですけど、今もう、正直、その、ほとんどこの江沢民派の、もともとその、お偉いさんもみんな粛清されて、日本でもね、田中派、佐藤派、福田派ってあったけど、これ今、旧田中派、旧なんとか派、もうそれでそれが中川派になり、細田派になりって、はい、まあ、合唱連合ってのは日々これ、繰り返されてて、また新たな派閥もできるってことですか。気がつけば、しかし、基本構造は、基本の構想は変わってない。ほうほう、だから、旧江沢民派ってのも、厳然とあるわけですよね。ほうほう、既得権益組が。ああ、なるほど。そういう意味なんですね。そういう意味では、今の派閥はどうかというと、やっぱり習近平におもねっている、ああいう追従派の習近平派っていうのが厳然とあるし。一番派閥が弱くて。派閥は弱いんだけども。一番弱いんだけれども。しかし、命令権持ってる。うん。ねえ。まあ、検察。そうそう。ポストをね、結局そのポストに就いたら、周りの人はそのポストにめがけて、序列ができるんですよね。まあ、それが中国的オーダーというか秩序。はい。うん、いうまあ、真夏のいつもその会議あるじゃないですか。うん、北大河。はい。今回のこの北大河どうなりますか、ね、うん、そろそろ始まるはずなんだけど、まだ始まってる雰囲気はありませんね。何か事件起きますかね。うん、事件はあんまり起きませんが、何が決まるかということを、いつ漏れてくるかなんですよ。で、おそらく8月下旬くらいからね、香港情報あたりで漏れ始めると思いますけどもね。なかなかまあ口が固いからね。で、党大会の1週間ぐらい前になると大体人事わかりますよ。大体今ね、香港に漏れるんだよね、不思議なことに。で、結構それが当たるんですよ。王健さんでしたっけ、王健林、王健林ですね、はい、ハリウッドとかいろいろ買ったりも、はいはい、まあ、中国が誇る、うん、まあ、なんていうんですか、ワンダグループの会長ですかね。中国大富豪の1位ですよ。アリババの
ジャック・マーは2位ですからね。その方がいろいろもう自分のものを売ったりとか、うんうん、結構状況が変わってるっていう話を聞いたんですけど、うん、これはやはり政治が絡んでるんですか？いや、政治絡まなきゃあそこでは。ですよね。ね、プライベートカンパニーってのはないんですよ、うん、民間でのし上がってきたっていつの間にやら共産党の支部は作られるし、はいはい、それからもう一つは共産党の高官の誰かとコネクションがなければ商売はそれ以上広がらない。つまり許認可権は誰が持ってるかってことでしょ。なるほど。後継人の許認可権っていうのはあれはね、不動産から始まって、はい、バブル時代にものすごく太ったんだけども、先を見る目があってね、まずディズニーランドのようなテーマパークを中国に作ろう。はい、で、ボンボン作っちゃったんだね。はい、まあ、これみんな当てが外れてるんだけど、うん、次に娯楽産業、はい。で、映画村作る。映画フィルムを作る。次に、面倒だから、アメリカのハリウッドに進出しよう。うん、で、どん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 アメリカの映画館チェーンまで買っちゃったんですよね。はい、去年、外貨持ち出しが制限されて、5000万ドル以上の外貨の送金ができなくなって、はい、アメリカでハリウッド映画フィルム会社買ったんだけども、送金ができないから、この話、ポシャッとなくなってしまった。で、次にね、この外貨規制っていうのはどれぐらいのことかと言いますとね、回んなくなるんですよ。はい、ビジネスが。それでね、あの人は一時の大英みたいなものね、有利子借金、うん、まあそれは今の孫正義さんだったら有利子借金12兆円ぐらいあるでしょ、うん、でも回ってるね。これね、回んなくなるとどうなるかっていうのか、明日明後日手形が落ちなくなるんですよ、うんうんうん、それでこのワンダグループは来年113億ドル回ってくるのかな、返済が。そう、これ返せませんからね。それで自分の持ってるホテルチェーンをまず売っ払う。テーマパーク全部売っ払う。それからもう一つなんか売りますよ、近々。うん、似たようなのはほら、安保保険って言ってね。はい。向こう読み安保保険って言うんだけれど、ついにあれですよ、トップが拘束されましたから、うん、派手派手しくニューヨークのウォルドルフ・アストリアホテル買いましたけどね。はい、売らなきゃいけなくなるんじゃないの。あの方もまだ、拘束されたまま。拘束されてるんですか、家族には心配するなと。そうそうそう。なんかその話聞いて。みんなパターン似てるでしょ。香港に逃れていたファンドマネージャーのね、ショーケンカって人も、はい、ボディーガード8人に囲まれていながら、はい、拉致されちゃったんですよね。おそらく北京にいますよ。8人ってどう？まあ、ただし、このボディーガード全員女性だったらしい。ああ、そうです。一回コマーシャル行きましょう。はい、行きましょう。今日のゲストは、評論家の宮崎雅弘さんです。はい、どんどん行きましょう。はい、豊島区の大竹潤さんです。うん、1年前は、スプラトリーの領有権はフィリピンにあるという判決が出ました。はい、また、AIIB は、格付けが取れなかったりと、中国の野望が頓挫するかに見えました。しかし、1年経った今、スプラトリーは、ドゥテルテ大統領が棚上げし、中国の実効支配が強まっています。また、アメリカの格付け会社が、高格付けをして、AIIB ですねを高格付けして、インドネシアやタイ、アフリカなどで高速鉄道の逆転受注が相次いでいます。日本では中国企業が日本に工場を建てて月給40万円で日本人を雇うと言い出しています。北海道は中国資本に買い漁られています。宮崎先生、中国が巻き返しに成功していると見ていいんでしょうか？いや、これはね、一時的な現象と捉えた方がいいと思いますね。そんなに長続きはしないだろうと。お金が続きませんからね。つまり、成功例ばっかり今この方おっしゃったけども、頓挫してる例を申し上げれば。次じゃないですね。まず、ニカラグア運河、工事中断してますね。あそこ。インドネシアの新幹線。危ないですね。そして、ラスベガス、ロサンゼルス間の新幹線。これキャンセルになりましたね。アメリカから断ってきたでしょ。これ世界中でね、今そういう風なマイナス方向が見えてる。もう一つ、うまく行きかけているパキスタンのグアダールという港からね、あそこへ、新疆ウイグルのカシュガルまで900キロの
高速道路と鉄道とパイプラインと光ファイバー引くと言って、今半分ぐらいまで工事進んでるんだけれども、工事現場危なくてしょうがないですよね。あの中国人と見たら誘拐、殺人、テロ、うん、これもね本当に、まあ少なくとも工期が大幅に遅れるでしょうね、うん。で今その AIIB の話と、もう一つのご質問何でしたっけ。 AIIB とあとは中国企業が日本に工場を建てているという状態です。あのね、それも確かに事実だけれども、あの40万円なんてのは日本の技術を盗むためにエンジニアをスカウトしてるんですよ、いい条件を示して、うんうんうん。ところが実際に払うかどうかって、これはね難癖つけて、もう払わない名人なんだからね。うん、そうですよ ね、あの、いいはしますけどもね、それからあの北海道の土地の爆買いなんてのは、今あれですよ、東京ドーム1000個もう中国人を買っちゃいましたよ。今こう中国から日本、あの持ち込み、外貨持ち込みって厳しいじゃないですか、そんな中どうやって買収するんですか。いやこれ地下銀行、もう一つは日本のダミー、つまり日本の現地法人で買ってたりするんでね。それからもう一つまだありますよ、海外に残してた金あるでしょ、誰が買ってるか見るとね、中国系あるいは中国企業の日本現地法人、次に香港、シンガポール、4番目、イギリス領バージン諸島。だからイギリス領バージン諸島ってのは丸々中国じゃないですか。ですから、そうやって非常に巧妙に分けてね、それからもう一つは海外に隠してあって、送金の規制にかからないとこから金が来てます。これは中国の何系の人たちがそういうことをやってるんですか。それはね、例えば習近平派閥だろう、雑多だろうと思われるし、はい、もう一つは本気で日本に移りたい人がたくさんいる。わあ、まあ、これは本気でってことですね。本気で、それから2番目、投機。つまりスペキュレーションね、はい。でこれね、グリーンメールと似てるんですよ。買って日本が慌て出して高値買い戻し、つまり買った値段の5倍10倍でなら売っていいぞという、ね、これグリーンメールでしょ、ブラックメールに引っ掛けたやつだけども。でこれ合法ですからね、ですからいろいろな手口といろいろな思惑があるし、で3番目ぐらいにやっぱり軍事的狙いがあるでしょう。あの千歳の自衛隊の駐屯基地の周りを今狙ってるし、はい、対馬じゃあの自衛隊のレーダー基地の周り買われましたからね、はい。だからあのいろんな目的があって、何がどうなってるかごっちゃ混ぜのが今の状況ではないかと思います。中国自体もごっちゃ混ぜな状況ですもんね。あのごっちゃ混ぜがそのまま日本にケイオスをね運んできてると、いうふうに見ちゃった方が、あるいは正確に近いかもしれませんね。はい、行きましょう。ラジオネームシナの夜さんからいただきました。中国共産党が目の敵にしていじめ抜いた民主活動家の劉暁波さんが亡くなりました。世界に名前が轟くノーベル平和賞受賞者をまるで殴り殺したも同然の扱いに、世界から批判が殺到しています。劉さんの歩みは歴史から抹殺されてしまうんでしょうか、それとも民主活動のシンボルとなっていくんでしょうか。いやこれ海外ではヒーローシンボルだけれど、国内ではほとんど報道されてないし、それから情報が非常に操作されてますでしょ。つまり中国中から名医を呼んで最善の治療を施したというふうにずっと今まで情報を操作してきたし、奥さんをね、今まで面会禁止だった奥さんを呼び寄せてね、36日間病院で同居させると。で美談を作り出したのはこれ完全に情報操作ですよ。で公文雄さんが言ってたけど、ひょっとしたら毒持ったんじゃないかと、何の証拠もありませんからこれ以上の推測は言いませんけどもね。あのそれでね、まあ、ノーベル賞は確かに偉業なんだけれども、この人の先駆者がまだ山の上にいるわけよ。例えばあの義教制、あの生誕の壁作って、はいはい、20年刑務所入れられてて、でこれアメリカの強い要求によってアメリカに治療目的で亡命しましたね。その次があの北京大学の先生、はい、今ちょっと名前が出てこないけど、あ、法令師法令師の時はね、天安門事件直後、この人はアメリカ大使館が1年間かくまったんですよ。そして特別機を飛ばして
アメリカへ持ってきちゃった。ね、たくさん先人がいるわけです。で、もう一つ言いたいことは、アメリカは真剣にね、こういう人権擁護をしたんだよね。ところが、オバマさんになってから、この流行派、釈放要求したのって、一度もしてないじゃないですか。ヒラリーは人権なんて偉そうなこと言いながら何したんだって。いや、本当ですね。おかしいでしょ。で、トランプは最初から人権言わないんだから。じゃあもうそんなこと言ったら、またキッシンジャーが入ったってことは変わらず中国に対してはってことになってしまうんですか。で、もう一人先人がいるんです。中国に捕まったまま。はい、中国の春の創設者、王平林博士は、ベトナムから偽名で中国に入った途端におとり捜査に引っかかって、これ10年ぐらい前かな、はい。今も刑務所入ったままですよ。で、この間妹さんが面会に行ったら面会許されたんだけれども、もうほぼ廃人。つまりね、拷問されてんですよね。で、よだれ垂らしてたと。だから一日も早く釈放要求をアメリカの政府に要求してるわけです。オバマに、ずっと要求してたんだけども、あの人横向いてたんですよね。そこの部分まで習近平っていうのはもちろん関係してるんですか？いや、これ全政権だから。関係ないんですか？習近平とはほとんど関係ないけども、しかし釈放しないということは、習近平の責任ではありますよね。そういうことですね。だからその辺のね、駆け引きというか、だから、まあよく日本でも、ね、逮捕されたとか、ありますよね、日本人が何人か。今12人じゃない、もうちょっと25人になったの。これも本当になんかみんなが写真撮っていいところで一緒になって撮ってて、そのままダメだったとか、話聞きますけど、宮崎さん、これをどういうふうに捉えてますかね。いや、あれね、なんていうのかな、軍事国家であるということを日本人ちょっと忘れてるんだけれども、ね、どの国でも軍事機密取ると、一応それは、一応犯罪なんで、日本はならない。で、他の国だってハイテクの研究所なんか絶対写真は撮れない、録音はできない、っていうところになってますよね。で、その辺は、ですか、日本のこの平和ボケ感覚のまま、中国へ行っちゃったと。これでもある意味こう、逮捕されてまだ出てきてないんですよ、だからこれはね、日本政府は徹底的に要求しなきゃいけませんよ。やってないんですか、ね、やってる形跡ないじゃないですか。外務省がまずその宣伝つけなきゃいけない。何やってんだろうね、本当に。だからなんかまあ、そういうものが、なんか昔からこう、例えば拉致であったり、そういったものに対する体制、対応と、似てきて見えてしまうっていうのも。これ次に外交的衝突があった時にね、これを人質化して、はい、中国は交渉の種に使いますよ。使う気配濃厚ですよ。じゃあ日本もそれなんかしっかり考えないとまずいですよね。まずいけども、今、専守防衛で平和憲法の我が国で、何ができるんですかね。本当それこそ家計問題やるよりも、この問題を国会でやって、国会議員がどれぐらいこの日本というものを考えてるのかっていうのを一人一人聞きたいですけれどもね。そう。本当に。本当にね、そういうふうに国会を持ってかなければいけない、ね。生命がだってかかってますよ。ねえ、国会対策委員長も頼りないし、本当昔の自民党ならまだこの議論をすり替える技量がある国対族って何人もいたんだけど。もう今やなんかサラリーマン的な。何なんだろうね。一回コマーシャル行きましょう。さあ行きましょう。埼玉の有田さんです。4年ほど前に宮崎先生の本を読んで、中国は尖閣諸島を占領しても補給が続かないので占領できないと書いてありました。2年ほど前、こちらの番組で自衛隊の織田先生に同じことを質問しましたが、同じ回答でした。今では中国は空母を竣工し、南シナ海の実効支配も確立したように見えます。現在でも尖閣を支配できないということに変わりはないでしょうか？ね、これは情勢というのは刻々変わりますのでね、5年前見てください、自衛隊の人と討議してもね、ああ中国軍、ああ反日でやっつけるってみんな言ってたじゃないですか。今どうですか、我々は5時間で負けるかもしれないって今自衛隊の高官みんな言ってる。つまり尖閣は今の中国の軍事力がここまで伸びた時にね、日本は対抗の軍事装備がないでしょ。GDP の 1% という誰が決めたかわからない防衛費の枠があってね。これトランプさんは 2% に増やせって言ってるんだけれど、もし 2% にするとね、
中国に対抗できる力、リカバリーできるんですよ、装備を買えば。うん、今のほら、防衛予算5兆円のうちですね、60% 人件費ですからね、装備に金回らないでしょ。うん、という問題があって、今のご質問にどう答えていいかわからないけど、うん、今現在、尖閣は非常に危ない状態になってきましたね。うん、今ですね。今はね。うん、ただ、中国はその前に、習近平の政治テーゼとしては先に台湾ですよ。しかし台湾をやる前にはやっぱり尖閣をね、抑え込むとか、うん、少なくとも日本の兵力があそこに及ばないような軍事的措置に出てくるとは思いますよ。これ全部連関してますから、うん、はい。茨城県の馬場久志さんです。中国は本気で我が国を侵略する気があるんでしょうか。2600年以上の積み重ねた歴史があり、125代続いている天皇制も存在しています。日本語という奥行きの深い言葉も存在しています。明日から国民全員が人民帽をかぶって中国語を話せと言われてもそれはできない相談ですということなんですが、いや、それはパラノイア的発想から言うとね、中国の、和族自治区が日本だってのはもうパラノイア的幻想小説の世界ですけれどもね、現実に、間接戦略という手があってね、うん、で、今の日本見てくださいよ、国会中枢が麻痺し、日本のメディアなんてのはみんな中国来産、ね、テレビなんかもそうだし、中国の悪口言っているっていうか、悪口じゃない、正確なことを書いてる新聞っていうのは少数になりましたね。うん、ですから、こういう意味でそれ、間接侵略はほぼ成功してる。うん、で、今中国がやってるのは事実上の戦争ではなくてね、三つの戦争って言いますよね。つまり宣伝戦、それから法廷、つまり法律戦、それから、心理戦。これは実に見事にね、日本人をダメにしちゃいましたね。ですから総合的な意味での戦争を考えた場合にね、うん、半分近く日本はやられてるんですよ。で、今おっしゃった125代続く天皇とか、こういう文化的革新にはね、手は触れませんよね。うん、ここまでやったら日本人本当に怒っちゃうからね。うんうん、ですから、そういう意味じゃなくて、もうちょっとこのビジネスとかね、マスコミ論調とか、それから単行本の世界とか、うん、中国論で、本当にまともに正確に中国を論ずることがなかなか難しくなってるという一点を取っただけでも、我々は負けてると見ていいんじゃないですかね。うん、まあ、1984年、ね、本当にこの中国の悲劇という本からですね、中国ウォッチャーとして、宮崎さんもうかれこれ30年以上ですね、うん、中国を見てきているわけなんですけれども、うん、これ当時の本を見てると、はい、まあ、今のこの実際現実っていうものが、宮崎さんにはどう映るというか。いや、それはね、あの頃はね、中国行ったってみんな見上げる視線でね、日本人、金持ち、それでまず時計をじろじろ見る、背広ネクタイをじろじろ見る、憧れだったんだよね、うん、まあ、まず物がね、うん、それから日本人の立ち振る舞い、仕草、金の使い方、食事など見てたわけで、ずっとね。で、それがね、だん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 あの人たち豊かになってきて、北京オリンピック前後ですよ、うん、ね、対等目線からね、今日本人見下ろす目線、うん、完全に見下ろす店。そこまで変わったんですよね。で、その裏付け取ったのは何か。つまり経済的に豊かになって、その資源を全部軍事欲に回して軍事大国になれたという自信なんですよ。うん、で、中国人はそういうふうにしか考えないからね。うん、もっと豊かになって福祉を、ね。そういう考え全然ないんですよ。なるほどね。まあ日本もですから、そういった意味では、今後考えていかなきゃいけない、うんうん。何かこう、目先のことだけで、その反対はいいけれども、その先に何があるか、何の、じゃあ答えがあってそれを言ってるんだっていうものが、
ない状況ですね。少子高齢化に対して抜本的対策は何もない、うん、今ね防衛費は5兆円なんだけども医療福祉関係でこれで32兆円、これねもう間もなく50兆円突破しますよこっちの方は、はい、うん、で防衛費5兆円のままで果たして国守れるんですかという大問題に今直面してるんだけれど、うん、しかし福祉減らせなんて国会で言える人いますか？ないですね。誰一人いないでしょ。うん、だからそれがね、まあ民主主義の欠点でもあります。ただアメリカではついに言ったんだよね。うん、あのオバマケアやめようって。で、あの国民の 40% まだ賛成してるの、コアな部分がね。はい、あの、だからその辺はまあ日本とアメリカっていうのは軍事力の比嘉の差があるから、うん、あの、やっぱり国の特色が違うんでしょうけれどね。うん、はい。世田谷区の大沢さんです。すでに報道もありましたが振り込め詐欺グループが中国を拠点としていたという件で日本人が拘束されたとありました。ネット上では以前から中国の拠点が噂されていました。また日本人の個人情報が中国に流出しているということも聞いています。何か詳しくご存知でしょうか？いや、まずビッグデータから言いますとね、これあの、グーグル、アップル、なんだかんだ、フェイスブック、その他、はい、これらが持ってるデータっていうのは、ほぼ流出してると見ていいんじゃないかと思いますね、うん、あの、個人的なものはね、はい。で、それは非常にね、あの、今までハッカーに対する防御を、あの、日本のみならず、アメリカも、その他みんな、怠ってきたわけ、うん、だからそれがね、あの先月でしたか、あのワナクライ事件っていうのがあってね、で世界中あれは100何カ国で被害が出ましたよね。でやっと今ね、あのハッカー対策を日本は立ち上げて、ハッカー安全室が60名かな今から募集するんだけれど何しろ遅い、ね、やってることは遅い。それで、今のハッカーの問題の、はい、犯罪で日本人が実際その振り込み、ね、これね非常に簡単なの、あのさっきマットさん、あのメキシコのマフィア、はいはいはい、中国のマフィアってのはすごいですよ。政党、うん、清流島で平気で人殺すからね、うん、昔あの日本の山なんとか組なんてもんじゃない、あの凶暴さは。でこれがね、あの金儲けの手段としてオレオレ詐欺をそれやろう、それで日本人使ってるわけ。日本人今パシリにしてるんだから、うん、これはあれですよね、あの逆に言うとね、日本の戦後社会、警察がヤクザを封じ込め、暴力団を封じ込め、そこはいいんだけど、うん、任教団体まで封じ込めちゃったっていうところにね、あの大きな問題これから出るんじゃないかと思いますよ、うん、清水の次郎中は今や一人もいないじゃないですか、うん、これも分かってて、うん、そうしてるのか、うん、実際にその問題だけでもこれ今の時代だからといってでも考えなきゃいけない部分ですよね。いやいや、清水の次郎長についても、きれいごとに走るっていうのはね、アメリカもついこの間までそうでしたよね。いわゆるこのポリティカルコレクトネスっていうのは、はい、ポリコレって言ってますけども、あの政治的に正しい判断をなんとかかんとかなんていう解説じゃないんで、これはポリティカルコレクトネスってのはなんだ、きれいごとなんですよ。でみんな先進国は夢中になってきれいごとを褒め上げて、できもしないことをなんだかんだ言ってきた。で日本はその真似してたわけでしょ。いや、ひょっとしたら日本の方が先進国だったかもしれないよね、うん、これ今おっしゃったこのきれいごとってすごい大事なポイントですね、うん、そう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 。だからきれいごとに、うん、いつまでも酔っ払ってるんじゃないよと、もうちょっと現実に立ち向かいましょうよと。だから冒頭にほら、あの何あの車椅子の方が飛行機に乗って文句言ったって、それをね、今まで文句言えなかったんだよ誰もね。これでね、何癖つけたら攻撃されるのは癖、何癖つけた方の人だから。ところがアメリカはそういうことはないんです、厳しいですよ、今やないんです。あのそういう意味で、まあ、あのその車椅子のことは除外視しても、うん、とにかく何か逆差別があまりにも日本で多いですね、うん、だからやっぱしっかりしなきゃダメだ、起こることも大事だ、ええ、もうどうでしょう、このね、もう全員から変えて政治がどうだなんか言ってらんないんでね、この番組聞いてる方からまずね、うんうん、こういう意識を持ってですね、やりたいと思います。あのこれね、私が言ってるわけじゃないんだけども、あの文春から出てる、あの、はい、アメリカの、あの戦略家
が言ってんですよ。ね。どうしてこんな風になっちゃったの？それはね、昔、男性は戦争を好み、女性は戦士を好んだ。それがなくなった。今日は本当にありがとうございました。たくさんのご意見、ご質問ありがとうございました。今日のゲストは評論家の宮崎雅弘さんでした。世相に切り込む生放送。マット・ヤスカーのズバリ勝負。苦手ですよね。いや、人に褒められることないからね、ほとんど。いや、我が人生。褒められて、宮崎さんの声を楽し、人の話を楽しみに一夜過ごすってなかなかないですよ。私も昨日から楽しみにしました。僕が言うと嘘くさくなっちゃうんですけど、本当なんですか、うん、人の褒め方うまい。いや、うまくないですよ。行きましょう。親父さんと全く違う。いや、ね、絶対ないですね。はい、ラジオネーム UHM さんからいただきました。北朝鮮情勢相変わらずの緊張状態ですね。アメリカの独立記念日に ICBM 大陸間弾道ミサイルの実験を強行したので、トランプさんにとっては泥を顔に塗られるようなことになったのではないでしょうか。 G20 で北朝鮮の情勢についても話し合われたかと思いますが、実際は中国やロシアは話し合いに応じても実際には消極的で、日本側として安倍総理は都議選で自民党が壊滅的な状況になりましたので、心中穏やかではなく突っ込んだ内容にはいかなかったのかと思っております。また静岡県の佐々木さんからも、アメリカが北朝鮮を襲撃する可能性はありますかというふうにいただいております。あのね、ちょっと時間いただいてこの話したいと思うんですがね、まず7月4日アメリカの独立記念日を目指して ICBM 実験成功と言ってて、アメリカも半日遅れだけれど ICBM と認めたんですね、はい、ところがね、ロシアはこれは中距離弾道弾であった ICBM ではないと言ってですね、うん、それでね、厳密にペンタゴン筋なんかのも話を聞くと、やっぱり ICBM とは一応言ったけれどもね、厳密な意味じゃあれ ICBM ではないと、うん、なぜかと言いますとね、まず1万キロ1万1000キロ飛ぶんですよね、大陸間弾道弾というのは。で、大気圏に再突入するときに6000から7000度という高熱に耐える合金を今の北朝鮮は持ってるかどうか、うん、というところが次の問題になるんですね、うん、で もう一つの問題は、どの道おとりの爆弾しか入れてませんけれどもね、核兵器を小型化するという技術は今ペンタゴンはちょっと縮小しましたけど、2年、ペンタゴンは最近1年でできるかもしれないって言ってますけれどね、まあとにかくそういう段階にある。はい、それがまあ一つの現状ですね。で、二番目に中国の問題です。トランプは中国にこれ丸投げしたような印象で、100日以内にもっと制裁圧力をかけてくれと。そうすれば北は参るんだという、まあ、言ってみりゃ甘い見通しを持ってた。で、中国は何をしたって、石炭の輸入を止めただけでしょ。はい。で、ね、石油はまだ供給してるし、食料品から何からどん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 北朝鮮に行ってるんですよ、うんうん、そうすると止める気ないじゃないのというところに落ち着くんですけれどもね、うん、要するに習近平政権は北朝鮮と国境を接する遼寧省、吉林省あたりの、つまりあそこを守ってるのは旧信用軍区、今でいう北部戦区の軍隊です、うんうん。でこれね、実は習近平全然統制できてないんですよ、うん、で軍関係の貿易会社が一時2万5000社あったんだけど、今5000社ぐらいですけど、ね、はい、この人たちの利権なんですよ、北との取引は。ほう、だから習近平これ手が出せないのってことは、その後ろは、後ろは習近平に反対する派閥ってことは、江沢民派とか、まあ江沢民と一概に言い切れないけれどね、強制団もいるかもしれない、強制団もいるだろうし、うん、まあ、軍そのものってことは、習近平は今の発言を聞くと、うんうんうん、軍をこう統一できてない、ね、できてないですね、うん、それからもう一つはね、要するに北部戦区の中国人民解放軍が北朝鮮をこうやって国境地帯に展開してると言ってるんだけれど、北部戦区の目的はね、見てください、ロシアと国境があり、モンゴルと国境があり、
ずっとあっち行くとカザフスタンだけど、まあこれはね、あっち、西部戦区の方だから、つまりモンゴルとロシアへの抑えがまず必要。はい。次にね、もっと問題はね、これ日本人はちょっとわからないんだろうけれどもね、山海間、山の海の関所。うん。山海間を防衛するっていう意味があるんですよ。うん、で、なぜかというとね、つまり、明が滅んだのは清が入ってきた。清が滅んだのは中、辛亥革命だけれども、うん、みんな山海間を越えて入ってくるんですよ。はい。明は元が入ってきて滅ぼされたんだけど、それはね、明を裏切った、御三家という武将がね、山海間の門を開けちゃったんですよね。うん、で、自ら北京へ攻め込むと。まあ、裏切りだけども、で、そういうことは、中国の歴史の中ではしょっちゅう起こるんでね。つまり北部戦区の軍隊がどーっと北京に入ってきたらどうするの？そうですよ ね。そういう恐れがあるんです。みんな口にして言わないけれども、それが本質のところでね。うん、で、つまり中国の軍隊が北朝鮮の暴発を抑えるという力もちょっとありそうでないようなのが現状である。習近平がその北部地区にこう指示を出したところでも応じないっていう、うん、応じない、それが現実なんですね。現実に今応じてないわけだから。あ、そしてもう一つ大きな問題あるんです。中国ですね。あ、その前に韓国だけど、韓国全くこれやる気ないね。だいたいアメリカがサードのミサイルを配備するって搬入をしてたら、あの道路封鎖してるのは韓国ですからね。政府はそしてそれ見て見ぬふりしてるでしょ。これもまあ、彼らはその先をどう考えてるんですかね。いやいや、まあ、統一とか。だから沖縄と似てるんですよ。沖縄の反基地闘争とね。それでアメリカの問題です。アメリカはね、一斉よく見えたんだけれど、うん、今なんかシュンとなってるみたいなのは何か。それはね、トランプ政権の基地キャビネットがね、どうやら見えてきたのは、長女のイバンカの旦那さん、はい、クッシュナー。この人はユダヤ教原理主義ですね。はい、そして、これに、キッシンジャーが連れてきた国務長官。ティラーソン。ティラーソン。で、次に、財務長官、ムニューチン。はい。この人はね、絶対な信頼があるの、トランプにね。はい。で、もう一人が、非常に日本のマスコミによれば、物騒な男と言われてるけれども、スティーブ・バノン。はい。上級大統領顧問。はい。この4人なんですよ。で、この4人の陰で指導してるのは誰か。実はキッシンジャーなんだよね。90段歳でまだ、ね。で、これがね、事実上のトランプの影の、つまりキャビネットを抑えていて、ここが中東問題で、トランプさん発外遊はどこに行ったですか？サウジアラビアとイスラエルとバチカン行きましたよね。はい、こういうシナリオを練ってる。で、北朝鮮、北朝鮮どうしようかっていうのは、キッシンジャーのような中国重視の人にとってはね、あくまでもバランスなんですよね。なんか一人のその中国びいきのために、なんで今までのその、なんていうんですかね、歴史というか、キッシンジャーがやってきたことっていうのは、なぜこうせっかくぶっ壊したと思ってもまたキッシンジャーなんですか？いや、それがね、アメリカの政治のメカニズムの非常に不思議なところでね、だってほら、ブッシュジュニアの時にはキッシンジャー遠ざけられて、それから政権が変わって、クリントン時代に、はい、これがね、クリントン・オバマ時代っていうのは全くの北京よりでしたよね。で、北京からの献金の凄さね、はい、で、すっかり中国びいきだったわけじゃない、それがトランプになってやや中国から離れたかと思ったら、やっぱりビジネスでは相当くっついてますからね。ってことはメディアも最初はトランプを散々叩いてたのがだんだん変わるってことなんですか？いや、それはね、他の問題、他の問題。でもね、なんでそんな、キッシンジャーさんってそんなにすごいのかなっていうか、うん、逆に切れないのかなと思うんですけどね。で、結論を申し上げますとね、結論というか予測を申し上げますとね、習近平は経済が破綻したら孤立化して緊急状態になる。そうするとね、軍事行動を取るというオプションがあるんですよ。うん、つまり政権がね、追い詰められたら、ああいう指導者は何をするかって、大概矛盾とすり替えるんですよね。だから戦争という手がある。
一方トランプだけれども、この人もね、なんかまあ弾劾っていうのはありえないとは思いますけれどもね、もう徹底的に追い詰められてますね。でそうすると何選ぶと思います？ルーズベルトが戦争を選んだように、ね、あのカーターだってイランに軍隊を出したように、はい、やるとすればここでねオプションが重なるんだよね、中国とアメリカの、はいはい、でこれねお互いに共同して北叩くかもしれないし、うん、中国は台湾に出てくるかもしれないし、その辺のところは今全く読めませんけれども、うん、そういう危険なシナリオが最後にまで残っておりますよと、うん、いうことを一つ指摘させていただきたい。まあ、これ逆に宮崎さんだから、はい、宮崎さんにしか聞けない質問なんですけれども、中国国内ですね。まあ、うん、実際にこう、習近平が今まで王毅さんと一緒に、粛清粛清をして、うん、まあ本当今の地位というのを、うん、まあ本当にこう、作ってきたと。うん、その今、うん、ナンバー2的な感じであった、王毅さんとも、今度の、大会に向けて、敵とは言いませんけれども、牽制し合っているというか、今まで同じたもとでやってきたものが、それすらも、もうこう争うことになるわけなんですか。いや、それはね、歴代中国見たらそうでしょう。例えば、明を開いた朱元璋なんてのはね、功績のあった長身を次々と粛清していって、で、最後には自分のバカ息子を皇帝につけると。毛沢東だって見てくださいよ。優秀な人をみんな潰していくわけよね。劉少奇を潰し、林彪を潰し、そして最後に家来、茶坊主のあの人、名前なんつったっけ、周恩来を、ね、潰そうとした。都小平見てくださいよ。雇用法を潰し、長子用意を潰しと。結局ね、権力者ってのは、それが宿命なんです。ですから、王毅さんは、言ってみれば今まで散々使っちゃったけれどもね、これだけパワーがすごくなって自分の権力を今脅かしてるわけだよね。そうですよね。ね、王毅さんは。そうするとこれ邪魔になりつつありますよね。だからその、総区にらるっていうけどもさ。もう派閥っていうのは、例えば前でしたら、上海、大使道、共生団とか、まあ、なんですか、表だったら、例えば江沢民派っていう名前がこう、しっかりとあったんですけど、今もう、正直、その、ほとんどこの江沢民派の、もともとその、お偉いさんもみんな粛清されて、日本でもね、田中派、佐藤派、福田派ってあったけど、これ今、旧田中派、旧なんとか派、もうそれでそれが中川派になり、細田派になりって、はい、まあ、合唱連合ってのは日々これ、繰り返されてて、また新たな派閥もできるってことですか。しかし、基本構造は、基本の構想は変わってない。ほうほう。だから、旧江沢民派ってのも、厳然とあるわけですよね、既得権益組が。ああ、なるほど。ですから、そういう意味では、今の派閥はどうかというと、やっぱり習近平におもねっている、ああいう追奨派の習近平派っていうのが厳然とあるし。一番派閥が弱くて。派閥は弱いんだけども。一番弱いんだけれども。しかし、命令権持ってる。ねえ。まあ、検察。そう。ポストをね、結局そのポストに就いたら、周りの人はそのポストにめがけて、序列ができるんですよね。まあ、それが中国的オーダーというか秩序。はい。うん、まあ、真夏のいつもその会議あるじゃないですか。ああ、北大河。はい。今回のこの北大河どうなりますかね。うん、そろそろ始まるはずなんだけど、まだ始まってる雰囲気はありませんね。何か事件起きますかね。事件はあんまり起きませんが、何が決まるかということを、いつ漏れてくるかなんですよ。で、おそらく8月下旬くらいからね、香港情報あたりで漏れ始めると思いますけどもね。なかなかまあ口が固いからね。で、党大会の1週間ぐらい前になると大体人事わかりますよ。大体今ね、香港に漏れるんだよね、不思議なことに。で、結構それが当たるんですよ。王健さんでしたっけ、王権林、はいはい、王権林ですね、はい。ハリウッドとかいろいろ買ったりも、はいはい、まあ中国が誇る、まあなんていうんですか、ワンダグループの会長ですかね。中国大富豪の1位ですよ。アリババの
ジャック・マーは2位ですからね。その方がいろいろもう自分のものを売ったりとか、うんうん、結構状況が変わってるっていう話を聞いたんですけど、うん、これはやはり政治が絡んでるんですか？いや、政治絡まなきゃあそこでは。ですよね。ね、プライベートカンパニーってのはないんですよ、うん、民間でのし上がってきたっていつの間にやら共産党の支部は作られるし、はい、それからもう一つは共産党の高官の誰かとコネクションがなければ商売はそれ以上広がらない。つまり許認可権は誰が持ってるかってことでしょ。なるほど。法家の許認可権っていうのは、あれはね、不動産から始まって、はい、バブル時代にものすごく太ったんだけども、先を見る目があってね、まずディズニーランドのようなテーマパークを中国に作ろう。はい、で、ボンボン作っちゃったんだね。はい、まあ、これみんな当てが外れてるんだけど、うん、次に娯楽産業、はい。で、映画村作る。映画フィルムを作る。次に、面倒だから、アメリカのハリウッドに進出しよう。うん、で、どん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 アメリカの映画館チェーンまで買っちゃったんですよね。はい、去年、外貨持ち出しが制限されて、5000万ドル以上の外貨の送金ができなくなって、はい、アメリカでハリウッド映画フィルム会社買ったんだけども、送金ができないから、この話、ポシャッとなくなってしまった。で、次にね、この外貨規制っていうのはどれぐらいのことかと言いますとね、回んなくなるんですよ。はい、ビジネスが。それでね、あの人は一時の大英みたいなものね、有利子借金、うん、まあそれは今の孫正義さんだったら有利子借金12兆円ぐらいあるでしょ、うん、でも回ってるね。これね、回んなくなるとどうなるかっていうのか、明日明後日手形が落ちなくなるんですよ、うんうんうん、それでこのワンダグループは来年113億ドル回ってくるのかな、返済が。そう、これ返せませんからね。それで自分の持ってるホテルチェーンをまず売っ払う。テーマパーク全部売っ払う。それからもう一つなんか売りますよ、近々。うん、似たようなのはほら、安保保険って言ってね。はい。向こう読み安保保険って言うんだけれど、ついにあれですよ、トップが拘束されましたから、うん、派手派手しくニューヨークのウォルドルフ・アストリアホテル買いましたけどね。はい、売らなきゃいけなくなるんじゃないの。うん、方もまだ、拘束されたまま。拘束されてるんですか、家族には心配するなと。そうそうそう。なんかその話聞いて。みんなパターン似てるでしょ。香港に逃れていたファンドマネージャーのね、証券家って人も、はい、ボディーガード8人に囲まれていながら、拉致されちゃったんですよね。おそらく北京にいますよ。8人ってどう？まあ、ただし、このボディーガード全員女性だったらしい。ああ、そうです。一回コマーシャル行きましょう。はい、行きましょう。今日のゲストは、評論家の宮崎雅弘さんです。はい、どんどん行きましょう。はい、豊島区の大竹潤さんです。うん、1年前は、スプラトリーの領有権はフィリピンにあるという判決が出ました。はい、また、AIIB は、格付けが取れなかったりと、中国の野望が頓挫するかに見えました。しかし、1年経った今、スプラトリーは、ドゥテルテ大統領が棚上げし、中国の実効支配が強まっています。また、アメリカの格付け会社が、高格付けをして、AIIB ですねを高格付けして、インドネシアやタイ、アフリカなどで高速鉄道の逆転受注が相次いでいます。日本では中国企業が日本に工場を建てて月給40万円で日本人を雇うと言い出しています。北海道は中国資本に買い漁られています。宮崎先生、中国が巻き返しに成功していると見ていいんでしょうか？いや、これはね、一時的な現象と捉えた方がいいと思いますね。そんなに長続きはしないだろうと。お金が続きませんからね。つまり、成功例ばっかり今この方おっしゃったけども、頓挫してる例を申し上げれば。次じゃないですね。まず、ニカラグア運河、工事中断してますね。あそこ、インドネシアの新幹線。危ないですね。そしてラスベガス、ロサンゼルス間の新幹線、これキャンセルになりましたね。アメリカから断ってきたでしょ。これ世界中でね、今そういう風なマイナス方向が見えてる。もう一つ、うまくいきかけているパキスタンのグアダールという港からね、あそこへ、新疆ウイグルのカシュガルまで900キロの
高速道路と鉄道とパイプラインと光ファイバー引くと言って、今半分ぐらいまで工事進んでるんだけれども、工事現場危なくてしょうがないですよね。あの中国人と見たら誘拐、殺人、テロ、うん、これもね本当に、まあ少なくとも工期が大幅に遅れるでしょうね、うん。で今その AIIB の話と、もう一つのご質問何でしたっけ。 AIIB とあとは中国企業が日本に工場を建てているという状態です。あのね、それも確かに事実だけれども、あの40万円なんてのは日本の技術を盗むためにエンジニアをスカウトしてるんですよ、いい条件を示して。ところが実際に払うかどうかって、これはね難癖つけても。東京麻布台から生放送、マット安川のズバリ勝負。それではゲストを紹介してください。評論家の宮崎正弘さんです、はい。今日のテーマは G20 が無事終了、国際社会はどうなっていくです。どうもよろしくお願いします。どうもこんにちは。まあ本当にまた宮崎さん、はい、今回は北欧の方に行かれてきたという話なんですが、どちらの方に行かれてきたんでしょうか。いや北欧は一応4カ国、もう1カ国があるんだけどね、アイスランドっての、はい、あの要するにフィンランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、ちょうどね G20 が終わった安倍さんがあの最初にデンマーク行かれたかな、あスウェーデン、スウェーデン、デンマーク、フィンランドまで行かれて、エストニアに行こうとされたら、この熊本の災害で、はいはい、あ熊本じゃない、福岡と大分、ね、失礼しました、はい、で急に帰ってこられましたよね。だからまあ私が先乗りしたような形になりましたけれど、うん、寒かった。寒かったですか、うん。まあ実際今回やはりこういった G20 っていうのがですね、うん、まああるというのもありますけれども、うんうん、そういった意味でこの北欧に行かれたということなんでしょうか。いやそうじゃなくてね、いろいろほら、ヨーロッパでねまだ回ってない国があと 2ないし3カ国ぐらいあって、はい、今とりあえずね死ぬまでに回って潰しとこうかと。いやーまあ本当にね、逆に宮崎さんはジャーナリストとね、まあ本当肩書きもプラスアルファでね置きたいぐらいね毎月行かれて、いやいや、そういうのもね、このところ毎月は行ってないですよ、体力がないですから。いやでもね本当にでもそういうの嫌がりますからね宮崎さんはねそういった意味でね、そこがまた宮崎さんの魅力。いやいや、そのあのねジャーナリズムっていうことをおっしゃったんだけど、はい、ジャーナリズムに対抗するのは何かってアカデミズムなんですよね、うんうん。でそうすると私は別にアカデミズムには属していないし、うん、それから日本の場合のジャーナリストっていうのは、うん、大手のメディア、テレビ、新聞のことを言うんであって、フリーの人はねジャーナリストってなかなか呼ばないでしょ。ここ皆さん聞いてください、まあね、この部分、ね、フリージャーナリストなんて最近言う人いるけどね、はいはいはい、ね、おかしい。まあ、肩書きっていうのはね今の日本の行政っていうか税務署でどう表してるか、うん、著実業ですよ。コンサルタントも最近それに近い形になってますよね、なんて言うんですか。いや何でもちょっと勉強してそれでもうなんとかコンサルタントと名乗ってる人もたくさんいますよね、あなるほどね、うん。いや昔はほらかなり行政がほら職業のね、うん、明細を区分をちゃんとしてたでしょ。今も全くないんだもんね、シナリオライターとかさ、ショートメッセージライターとか、こんなの一体職業なのか何なのかね、職業というからにはそれで収入があるということだからね、その辺ちょっとおかしいと思いますよ。いや本当ですね、まあ、いろんなところでね、まあ、やはり今日もたくさんメールファックスが来てるんですけれどもね、ちょっと宮崎さんの新刊紹介の方お願いします。はい。キム・ジョンウンの核ミサイル。こちらが、育報社より、税抜き本体価格1400円で、うん、出ております。これいつ発売ですか？こちらはですね、6月ですね。今年の6月です。はい。また出たばかりです、ね。いや、いつだったかな、そうですよ。6月のね、多分1日とか2日とか3日とか、その辺ですよ。ね。はい。もう僕も全て読んでますよ、この本。いやいやいや。うん、まあ、これはね、要するにミサイルの問題でね、要するにトランプ大統領が今にも北朝鮮を攻撃するかというような雰囲気があって、うんうん、そして空母を2隻日本海に入れましたよね、はいはい、
で、その時に出ていれば多少は評判になったんだろうけど、うんうん、空母が引き上げちゃった後に、この本が出ちゃったのでね、はい、あんまりまあ評判にはなりませんでした。いや、でもね、本当にそういった意味でですね、まあ、この、ロシアとかね、もちろん中国もそうですけれども、いろんなところのこの、北朝鮮を囲むアメリカとのこの、ね、問題や、いろんなことも書かれてますよね、この本には。あのね、今ね、日本の心配事は何かっていうのはね、トランプさんが中途半端に妥協するんじゃないかという、うん、つまりね、北朝鮮の核兵器の小型化はそこで凍結せよとするなと、それから長距離にアメリカに届くミサイルの開発はやめようと、そうすればね、今持ってるものはもう目をつむるというところでね、あの人はディール得意でしょ、うんうん、そこでアメリカが北朝鮮とですね、あの妥協しちゃったら、ちょっと待ってくださいよって、日本に届くのはみんな残るんですよ、うん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 、でこれ日本にとってはもっと危険な状況になる、うん、でここがね、あの今の国会見てたって、ほらこんなこと全然論じてないじゃないですか。そうですね、まあ、実際に、ね、その家計の問題であったり、まあちょっとね、何かこう危機感というものが全く、あのね、そうそう、うん、あの今おっしゃった家計ってのは、あれ要するに愛媛県議会がやればいい問題、そういうことですね。もう一つ何でしたっけ、加護なんとかってのは、あれ大阪府議会がやればいい問題で、これ国会に挙げるべき一種じゃありませんよ、うん、だからまあその中で幅を見てですね、この議員が言ってる、一人一人が言ってることをよく皆さん確認して、その外交問題というのも、まあじゃあその人たちは議員は外交に関係ないのかと、そうそうそう、そういうふうに思えてきちゃう人たちも多いということですよね。いや本当ね、うん、やっぱりあれじゃないの、質が悪いんじゃないんですか。いや、質を選ばなきゃいけないっていうのは国民の義務でもあるわけで、うん、やはりここの問題っていうのは、うん、じゃあいい人をどういうふうに見極める力というのももちろん大事でしょうし、まあ、単純なことだと思うんですけれどもね。いや、メディアが見極めてないから、うん、それを受け取る側ってのはなかなか難しいと思いますよね。そうですね、このメディアの問題もそうですし、うん、まあ、今のこの時間でもこの番組もそうですけれども、メディアとしてやっているわけで、うんうん、まあ、その中でね、やはり私たちがこう問われるということは、これ大事な問題であって、まあ、本当にその辺というのはよく考えて、うん、番組としてもですね、一つ一つの番組がやっていかなきゃいけないと常々思いますし、今日もそういう意味でやっていきたいと思いますね。はい、皆様からのご意見ご質問をお待ちしております。受付メールアドレスはやすかわ @jorf.co.jp、 ファックス番号は東京03-3582-1422番です。どしどしお寄せください。今日のゲストは評論家の宮崎正弘さんです。今日のテーマは G20 が無事終了、国際社会はどうなっていくです。まあ本当に宮崎さん、北欧から帰ってきたところなんですけども、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク行かれてきたということで、まあ、前回はイギリスに行った時に、まあ、この経済問題、まあ、建設ラッシュという話もお聞きしました。そんな中、まあ経済というと、もちろんこれ安全保障にもかかってきますので、まず経済から聞いていきたいわけなんですけれども、実際これ北欧行かれて、うん、この経済どういうような形で見られますか？あのね、経済というよりも、まあ、つまり GDP が成長してるかどうかというところで、我々は判定しがちなんですけれども、はい、やっぱり低成長の国ですよね。うん、それでほら、福祉制度が非常に整っているということは日本人みんな思ってるわけでしょ。で、スウェーデンは何しろ、ね、あれだけ世界一の福祉国家って言われてるんだけど、はい、自殺が一番多いんだよね、うん、でこれはなぜだろうと、つまり、まあ、いろんなこと言われるんですけどもね、白夜に関係してんじゃないかと思うんだよね。つまりね、あの今は24時間太陽が上にある、ところが冬になると24時間太陽がないというね、このね、暗い世の中になったら人間暗くなりますよ。やっぱそうですよね。で、そうすると陰鬱になる、あの、憂鬱症になる、うん、ノイローゼになる。あの、スウェーデンでね、あの、オスロ、あ、失礼。オスロはどこでしたっけ？あ、ノルウェーだ。はい。あそこに美術館があるんだけれど、あの、有名なね、あの、ムンクの叫びっていうね。ありますね。あるでしょ？はい。あれがまさしくそうですよ。あの、周り中が非常に暗くて憂鬱になって、何かね、あの、人には聞こえないような禍々しい音響がね、自分の耳だけに聞こえるとかね。で、話明るくしますとね、まあ明るい話はあんまりないんだけどね、
物価が高いですよ。でイギリスでも高いと思ったけど、イギリスどころじゃないね。うん、イギリスどころじゃないんですか。だってイギリスもね、うん、高いという。そう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 。ただほら今イギリスポンドが安いので、うん、我々から見るとそんなに高くないね。うん、でどうだったんですか。180円のイギリスポンドが今120円ぐらいじゃないの。北欧は通貨はよりも税金ですよ、はい、25%、はい、我が国は 8% で 10% に上げないって突っ張って、もうこれで2年ぐらい経ちますけれど、ほらね、25% も税金かかったら何だって高いですよね。まあ本当にそのヨーロッパの中でもこの北欧というのは、うんうん、まあ今おっしゃった通り物価が高いと、うん、いやそれはドイツもフランスも高いです。みんな消費税24から 25% でしょ、うん、まあ消費税って向こうの場合は VAT だから、付加価値税だけれど、はい、うん、でね、まあ税金をともかくですね、例えばレストランで食事する、うん、スーパーでミネラルウォーターを買う、ビールを買う、日本は安いと思いますね最近、うん、諸外国、特にアメリカ、ヨーロッパ、北欧を比べますとね、はいはい、うん、だからね、アジアだってほら、香港もシンガポールも日本より高いし、うん、レストランの代金はこの間韓国行ったら韓国の方が高い。ね、日本にどうしてこんなに人が来るってのは分かりましたよ。日本物価安いんですよ。それからね、タバコね、タバコ今高いなんて言って480円だけれど、イギリス行ったら1400円だしね、一箱がね、北欧でも800円ぐらいですよ。アメリカで今1300円ぐらいかな。松さん、タバコ飲まないから、アメリカのタバコ分かんないし、いくらか。だから、タバコ見たって日本が世界で一番安いですよ。そうですよね。まあ、実際行かれた中で、逆にこう驚いたこと、うん、まあもちろん。あ、驚いたことね。はい。あれね、自転車大国。うん、もう朝の通勤みんな自転車。そしてね、通勤電車見てたら自転車を積み込める電車、うん、これはひっくり返りましたね。これ逆に、じゃあ今はまだ夏とか秋とか、うんうん、まあまあそういう、いや真冬でもそうでしょうね、きっと。雪でも、そうなんですかね、まあ雪ってそんなに降らないですね、都市部はね、うん、ほらバルト海にあれ暖流が入ってきてるから、はいはいはい、不登校でしょ全部ね、なんか僕のイメージだとヨーロッパって言うとどうしてもやはり他の、うんうん、イギリスやそのフランスやドイツというのは、うんうんうん、まあいろんなこの他の国との関係、うん、特にまあ中国との関係っていうのはすごい見える部分あるんですけど、この北欧の国各国というのは、いやすごくいい質問いただきましたね、はい、中国に対する姿勢が全く違うんですよね、うん、ドイツ見てください、完全に中国と今親中しようかというぐらい親中派になって、まあ、それで反日ですよね、うん、この間ね G20 の時、あれドイツハンブルグで開かれましたでしょ、安倍さんがね全くドイツの放送に出ないんだって、うん、ね、ずっとメルケルと習近平、はあ、でトランプも脇役、はい、で記念撮影見てください、トランプ一番端っこじゃない、これ始まって以来じゃないの、それぐらいね、冷遇してんですね。で、安倍さんに至って完全に無視しちゃった。ところで、あれ、デンマークとノルウェーは、ややドイツが嫌い。はい、侵略されましたからね。うん、デンマークは3時間で降参、うん。ナチスドイツにね、はい。で、ノルウェーは3日間戦って降参、うん。だから3日と3時間のどれぐらい違うんだと。いうのもあるんだけども、そのあれが残っててね、うん、はい、あれですね、やっぱり反ドイツ感情強いですよ。ところがね、フィンランド行きますとね、スウェーデンと、やっぱりロシアですよ、脅威感は。いや、特にフィンランドは何度もロシアに侵略されてるから、うん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 。ですからね、その関係でフィンランドに入ってきたのが中国なんですよ。はい、漁業の問題、その他で入ってきたんだけども、はい、今、ロシアが警戒しておりますのはね、中国が北極海ルート。あれでぐるーっと回って北欧からバルト三国に入るという将来構想を持っててね。はい、まあ今も、雪解けの時は、すでに航路つながってますね、はい。で、もう一つ見てください。北海道、中国資本が爆買いしてるんだけど、はい、拠点を見ていきますとね、帯広、苫小牧、釧路、はい。こっち側なんです。太平洋側なんです。はい、大津海。彼ら何の興味もない。うん、これね、北極圏ルートをこう辿っていくと、ほら、
対馬海峡じゃなくて、あの津軽海峡、この間通りましたね、中国の軍艦、うん、はい、あそこ通った苫小牧、うん、釧路、帯広、根室ですよ。で、北海道じゃない、北極回っちゃう、うん、で、受け側の方のフィンランドですがね、ヘルシンキ、もう中国資本が入ってきて、それでヘルシンキからずっと北へね、北極海へ面するところまで鉄道飛行かと、うん、でフィンランド財界大喜びなんだよね、うん、この話本当にあの眉唾の話なんだけれどね、うん、まあ眉唾といえばもっとありますよ。中国は今度はシリア、はい、いよいよ停戦が間近いと、そしたらシリアのね、再建のインフラ建設に中国が名乗り上げてるんですよ、もう。はあ、ちょっとね、突拍子もない。その流れで聞くと、タイも新幹線、中国に決まったという話、うん、一応決まったようですがね、あのインドネシアと同様にね、決まったのはいいんだけど、本当に着工するのかどうかね、うん、それから今から土地の収容の問題あるでしょ、はい、インドネシアだって日本から横取りして着工しましたけれど、はい、まだ土地の収容問題解決していないし、 それからローンね、つまり25年30年ローンで最初の5年据え置きで金利が 2.5 とか言ってたのがまた上げてね、あれね、一旦決めたこと平気でまた変えるのがあの国の特徴。だからそれ各国は見て今までの事例でわかるじゃないですか、うん、いや、なぜそこでまたお金積まれてそれで許しちゃうってことなんですか。いや、ここがね、だってあれ中身は意外と、じゃあそので、この、作るとなった時に、連れてきて、囚人とか連れてきたりしたり、いろいろしたりするんですよね。その前にね、はい、やっぱり権力者に対する賄賂。はあ、これですよ、うん。それで決まっちゃうんですよ。はあ、ですから、メキシコの新幹線だって、あの大統領がクビになったのはね、はい、中国とのスキャンダルが暴かれて、うん、それで、あの、中国へ行く前日に取りやめると、新幹線は。あの、まあ、世界中で今そういうこと起きつつありますけれどもね。普通の、僕にも耳が入ってくるわけですよ。ね、ってことは、その各国なんてのはもっとその情報もね、うん、入ってなきゃいけないわけですよね。だから今パキスタンがほら、今のシャリフ首相がまたスキャンダルに揉まれて、今司法、司直の手が伸びてますけど、どうなるかわからないですよね、はい、うん、あのパキスタンも次の注目なんだけど、まあ、日本のメディアあの辺の国全く報道しませんからね。いや本当皆さんどうでしょう、うん、報道してない分ね、うん、知らないことっていうのはたくさんあると思うんですけれども、うん、あの AIB にしましても、はい、まあ本当この今おっしゃった北欧の国プラスヨーロッパ、もういろんなこの取り方、まあ日本とアメリカだけが、うん、まあ発散してないというような今の世界で見ればいいわけなんですけれども、これも実際じゃあそのシルクロード構想とかいろいろありますけれども、そこに紐付けていってますけれども、現実的じゃない部分もかなり多いですよね。いや、あのね、要するに今中国は景気後退で不動産バブルがもうほとんど事実上弾けていて、あの借金が積み重なっている中で在庫処理と余剰労働力をどうやって処分するかと、で発明したのが AIIB とシルクロード構想なんだけれど、まあ、日本の新聞に従うとね、 AIIB アジアインフラ投資銀行は資本金1000億ドルでね、今69じゃない、もっと増えましたけども、国が参加して、でアメリカの格付け機関が AAA と太鼓判をしたと、いうところまでみんな知ってるわけ、はい、これ表の報道、新聞でですね表の報道、裏の報道はどうかというとね、はい、まず格付けの AAA なんだけれども、これは野球で言うとね、一回表が終わって、ヒットが2本出たと、その後の勝負全然分かってないわけですよ。それから資本金1000億ドルって言うけども、実際に資本金払い込んだのはまだ68億ドルしかない、うん、であとはね、これあの国際的銀行への振り込みっていうのはその国へ戻って国会の議決が必要で、なおかつ国会の批准が必要という国が多いんですよ、はい、だからまだ事実上払い込んでいないという国も多いんですよね、うん、ですからね、私はね、これ AIIB はもちろんうまくいかないだろうとは思うんだけれど、うん、ひょっとしたらね、ADB、つまりアジア開発銀行乗っ取るんじゃないかと、そういう危惧感がありますよ。逆に。ね、うん。
まあ、本当にね、ここの問題というのも、今すぐこれ答えというか、こういうのはまだ正直わからない。ね、わからない。今後見ていかなきゃいけない部分の一つであると思いますよね。うんうん、一回コマーシャル行きましょう。はい、行きましょう。ラジオネーム、おたふくこさんからいただきました。今日のゲスト、宮崎雅弘さんのお話、楽しみです。私は15年以上前から、ミッキー安川さんの頃からの番組ファンです。この番組は、右も左もなく、いろいろな意見を取り上げていただき、公平で、マットさんもお父上の意思を引き継いで、頼もしい限りです。宮崎さんの著書は必ず読んでいます。本屋さんからも、直接新刊のお知らせメールが届きます。友達の和代さんにもおすすめしました。和代さんも聞いていますか？読まれるといいなというふうにいただきました。応援メールですか？はい、ありがとうございます。嬉しいですね。和代さんってどなたですか？多分お友達一緒に聞いていただいてるんですね、はい、宮崎中土年ですね、はい、ありがとうございます。嬉しいですね、宮崎さん。宮崎さん、こういうの言われると照れますよね。照れるほど。腹がない名人なんですか、ね、そうですよね。いいはしますけどもね。それから、北海道の土地の爆買いなんてのは、今あれですよ、東京ドーム1000個。もう中国人を買っちゃいましたよ。今、こう、中国から日本、持ち込み、外貨持ち込みって厳しいじゃないですか。そんな中、どうやって買収するんですか、ね、いや、これ、地下銀行。もう一つは、日本のダミー。つまり日本の現地法人で買ってたりするんでね。それからもう一つまだありますよ。海外に残してた金あるでしょ。誰が買ってるか見るとね、中国系、あるいは中国企業の日本現地法人、次に香港、シンガポール、4番目、イギリス領バージン諸島。だからイギリス領バージン諸島ってのは丸々中国じゃないですか。ですから、そうやって非常に巧妙に分けてね、何かもう一つは海外に隠してあって、送金の規制にかからないとこから金が来てます。これは中国の何系の人たちがそういうことをやってるんですか？それはね、例えば習近平派閥だろう、雑多だろうと思われるし、はい、もう一つは本気で日本に移りたい人がたくさんいる。わあ、まあ、これは本気でってことですね。本気で。それから2番目、投機。つまりスペキュレーションね、はい、でこれね、グリーンメールと似てるんですよ。買って日本が慌て出して高値買い戻し、つまり買った値段の5倍10倍でなら売っていいぞとい う, う, いう こ, と、ね、これグリーンメールでしょ。ブラックメールに引っ掛けたやつだけども、でこれ合法ですからね。ですからいろいろな手口といろいろな思惑があるし、で3番目ぐらいにやっぱり軍事的狙いがあるでしょう。千歳の自衛隊の駐屯基地の周りを今狙ってるし、はい、対馬じゃ自衛隊のレーダー基地の周り買われましたからね、はい、だからいろんな目的があって、何がどうなってるかごっちゃ混ぜのが今の状況ではないかと思います。中国自体もごっちゃ混ぜな状況ですもんね。そう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 、あのごっちゃ混ぜがそのまま日本にケイオスをね運んできてると、いうふうに見ちゃった方が、あるいは正確に近いかもしれませんね。はい、行きましょう。ラジオネーム、信濃夜さんからいただきました。中国共産党が目の敵にしていじめ抜いた民主活動家の劉行波さんが亡くなりました。世界に名前が轟くノーベル平和賞受賞者をまるで殴り殺したも同然の扱いに、世界から批判が殺到しています。劉さんの歩みは歴史から抹殺されてしまうんでしょうか、それとも民主活動のシンボルとなっていくんでしょうか。いや、これ海外ではヒーロー、シンボルだけれど、国内ではほとんど報道されてないし、それから情報が非常に操作されてますでしょ。つまり中国中から名医を呼んで最善の治療を施したというふうにずっと今まで情報を操作してきたし、奥さんをね、今まで面会禁止だった奥さんを呼び寄せてね、36日間病院で同居させると。で、美談を作り出したのはこれ完全に情報操作ですよ。で、公文雄さんが言ってたけど、ひょっとしたら毒持ったんじゃないかと。何の証拠もありませんから、これ以上の推測は言いませんけどもね。それでね、まあ、ノーベル賞は確かに偉業なんだけれども、この人の先駆者がまだ山の上にいるわけよ。例えば、義教制、生誕の壁作って、はいはい、20年刑務所入れられてて、で、これアメリカの強い要求によって、アメリカに治療目的で、亡命しましたね。その次が北京大学の先生、はい、今ちょっと名前が出てこないけど、法令師法
法令市の時はね、天安門事件直後、この人はアメリカ大使館が1年間かくまったんですよ。そして特別機を飛ばしてあのアメリカへ持ってきちゃった、ね、あのたくさん先人がいるわけです。でもう一つ言いたいことは、アメリカは真剣にね、こういう人権擁護をしたんだよね。ところがオバマさんになってから、この流業派釈放要求したのって一度もしてないじゃないですか。ヒラリーは人権なんて偉そうなこと言いながら何したんだって。いや本当です ね、おかしいでしょ。でトランプは最初から人権言わないんだから。じゃあもうそんなこと言ったら、またあの信者が入ったってことは変わらず中国に対してはってことになってしまうんですか。でもう一人先人がいるんです。中国に捕まったまま、はい、中国の春の創設者、はい、王平林博士は、ベトナムから偽名で中国に入った途端におとり捜査に引っかかって、これ10年ぐらい前かな、はい、今も刑務所入ったままですよ。でこの間妹さんが面会に行ったら面会許されたんだけれども、もうほぼ廃人、つまりね、拷問されてんですよね、でよだれ垂らしてたと。だから一日も早く釈放要求をアメリカの政府に要求してるわけです。オバマに、ずっと要求してたんだけども、あの人横向いてたんですよね。そこの部分まで習近平っていうのはもちろん関係してるんですか。いや、これ全政権だから関係ないんですか。習近平とはほとんど関係ないけども、しかし釈放しないということは、うん、習近平の責任ではあるんですよね。そういうことですね、うん、だからその辺のね、駆け引きというか、だから、うん、まあよく日本でもね、あの逮捕されたとかありますよね、うん、日本人が何人か、今12人じゃない、もうちょっと25人になったの。これも本当になんかみんなが写真撮っていいところで一緒になって撮ってて、そのままダメだったとか話聞きますけど、うん、宮崎さんこれどういうふうに捉えてますかね。いやあれね、あのなんていうのかな、軍事国家であるってことを日本人ちょっと忘れてるんだけど、はい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 、どの国でも軍事機密取ると一応それは一応犯罪なんで、日本はならない、うん、で他の国だってハイテクの研究所なんか絶対写真は撮れない、録音はできない、うん、っていうところになってますよね。あのでその辺はですか、日本のこの平和ボケ感覚のまま中国へ行っちゃったと。これでもある意味こう逮捕されてまだ出てきてないんですよ、ね、うんうん、だからこれはね、日本政府は徹底的に要求しなきゃいけませんよ。やってないんですか、ね、やってる形跡ないじゃないですか。外務省がまずその宣伝つけなきゃいけない、何やってんだろうね本当に。だからなんかまあそういうものが、うん、なんか昔からこう例えば拉致であったり、うん、そういったものに対する体制対応と似てきて見えてしまうっていうのも。これ次に外交的衝突があった時にね、これを人質化して、はい、あの中国は交渉の種に使いますよ、使う気配濃厚ですよ、うん。じゃあ日本もそれなんかしっかり考えないとまずいですよね。まずいけども、今専守防衛で平和憲法の我が国で何ができるんですかね。本当それこそ家計問題でやるよりもこの問題を国会でやって、うん、国会議員がどれぐらいこの日本というものを考えてるのかっていうのを一人一人聞きたいですけれどもね。そう。本当に。本当にね、そういうふうに国会を持ってかなければいけないの。生命がだってかかってますよ。ねえ、あの国会対策委員長も頼りないし、あの、本当昔の自民党ならまだこの議論をすり替える技量がある国対族って何人もいたんだけど。もう今やなんかサラリーマン的な。何なんだろうね。一回コマーシャル行きましょう。さあ行きましょう。埼玉のアリスタさんです。4年ほど前に宮崎先生の本を読んで、中国は尖閣諸島を占領しても補給が続かないので占領できないと書いてありました。2年ほど前こちらの番組で自衛隊の織田先生に同じことを質問しましたが、同じ回答でした。今では中国は空母を竣工し、南シナ海の実効支配も確立したように見えます。現在でも尖閣を支配できないということに変わりはないでしょうか。あのね、これは情勢というのは刻々変わりますのでね、5年前見てください、自衛隊の人と討議してもね、ああ中国軍、ああ反日でやっつけるってみんな言ってたじゃないですか、はい、今どうですか、我々は5時間で負けるかもしれないって今自衛隊の高官みんな言ってる。つまり尖閣は今の中国の軍事力がここまで伸びた時にね、日本は対抗の軍事装備がないでしょ。
GDP の 1% という誰が決めたかわからない防衛費の枠があってね、これトランプさんは 2% に増やせって言ってるんだけれど、もし 2% にするとね、中国に対抗できる力、リカバリーできるんですよ、装備を買えば。今のほら、防衛予算5兆円のうちですね、60% 人件費ですからね、装備に金回らないでしょ。という問題があって、今のご質問にどう答えていいかわからないけど、今現在、尖閣は非常に危ない状態になってきましたね。今ですね。今はね。ただ、中国はその前に、習近平の政治テーゼとしては先に台湾ですよ。しかし台湾をやる前にはやっぱり尖閣をね、抑え込むとか、少なくとも日本の兵力があそこに及ばないような軍事的措置に出てくるとは思いますよ。これ全部連関してますから。はい、